は統一しましょう。最重要課題です。ホームファッションは洋服をコーディネートするように部屋をコーディネートすることです。そこで大切なのがスタイルと色です。スタイルは平たく言うと見かけの共通した特徴でしょうか。例えば表面がザラザラしたナチュラル素材のエリアラグにツヤのあるシャンタン生地のエレガントのカーテンはスタイルが違うから合いません。スタイルにはいくつかの種類があります。お店に行けばスタイルごとに商品が集められているはずですから、まずはそこから選ぶのが簡単です。そしてもう一つ重要なのが色です。色は統一しましょう。これがコーディネートを完成させる最重要課題です。色は交通信号が赤、緑、黄色で表現されているように子どもにも分かります。だからさまざまな色をお部屋に取り入れると一つずつが区切られてちぐはぐに見えてしまいます。同じ色にすることで誰でも瞬間的に統一感が感じられるのです。メインカラーを1色、サブカラーを1から2色、アクセントカラーを1色決めます。メインカラーは好きな色で良いと思いますが、そのメインカラーでカーテンとラグを同じ色に揃えましょう。色の統一です。例えばこのお部屋のメインカラーは赤です。占有面積の広いカーテンとラグに同じ色を使うだけで部屋の印象がちゃんと赤になりましたね。サブカラーはダークブラウン、アクセントカラーは小物とラグの一部に使われているイエローです。ただ色を選ぶ際に注意しなくてはいけないのが色相です。こちらは色相を体系化する際に使われている色相感です。例えば同じ赤といっても黄色がかったトマト色の赤があり、青みがかった赤紫もあります。この2つの色は全く違う色ですから区別する必要があります。この区別をしていないと不協和音が出ます。色が1色だとしても柄を取り入れると華やかになります。例えばこのお部屋は紫がメインカラーです。この無地のカーテンとラグを柄に変えるだけで華やかな印象になります。ラグはストライプですが、ソファーと同じ色のチャコールグレーが含まれていて、それが部屋のパーツをつなげます。カーテンも紫の濃淡にチャコールグレーの配色ですから、柄の傾向が違っても共通の色の効果でまとまります。まずはシンプルな白ともう一色好きな色の組み合わせから始めても良いかもしれません。